でかい、切っちゃう。超弱くしちゃう。もうちょい弱くして、あ、切っちゃった。じゃあ、すぐ食べていこうか。調節難しい。はい、美味しそう。分厚い和牛とたまに。そのライトも綺麗だ。Yeah.
書いてあるよ。こんにちは、ゆういちです。今回は4月の上旬に、中央アルプスのヒノキオ岳という山に登ってきたので、その時の記録になります。
初めての12本アイゼンとピッケル持って登る山だったね。確かに確かに、でちょっと渋滞がすごすぎて、うん、結構大変だったね。うん、ここの時無言だから2人ともちょっと険悪なムードになっておりましたがなんとか運転をね交代しながらここまで、駒ヶ根か、駒ヶ根市だっけ、まあここの登山口のところに着いて、うん、で登山の準備してバスとロープウェイでまずはあの木曽駒ヶ岳とかに登る人と同じあのところまで行きましたね、うん、戦場まで行きましたね、うん、でまずはバス乗るっていうので、うん、バスのチケットとロープウェイのチケット往復で買って、うん、で最初30分バスか、そうだね、ちょっとくねくね道でもいつだっけ、前木曽駒ヶ岳登ったから、うん、まあこんなもんかって分かってたしね、うん、でも結構さバス苦手な人とかだと酔っ払いそうだけど、特にちっちゃい子はなんかかわいそうだった、ちょっと苦しそうな感じになってたね。私も寝てたもん途中で、まあ、結構運転もね、うん、しんどかったよね、なんかすごい渋滞だったね、うん、そこからロープウェイ乗り場からロープウェイ乗って、うん、でさロープウェイに乗った途端にさ結構この雪山がわーってね現れてきてね、見えるようになって、あなんかまださ東京はこの頃桜ももう終わりかなぐらいな感じだったんですけど、その最初だけどね、ここね、こんなとこ登るんかいっていう話をしてなんか30分ぐらい話し合って準備を整えて、で結構さ日差しがすごかったからさ、うん、なんか暑かったよね。そうだね、やっぱさピッケル短くない？足が疲れた私、あとちょっと5センチ、うん、釣りそう、まあ、ちょっとどうなんだろうね、練習、あ登りましたよ、うん、展開が早め早かった、結構時間かかったんだけど、ね、30分ぐらい登りかかったけど、うん、で稜線にパッと出て、うん、こういう、いや稜線に出るとか風がね、うん、こんなとこあったっけ、何してんだろう、休憩休憩、うん、ちょっとさやかさんは疲れてた、運転とかいろいろで疲れてましたね。そう、この時精神的にも疲れてた、精神的にもでもやっぱさ稜線に出るとさ急に景色がすごい良くなるからさ、うん、なんかパッと気持ちは晴れるけど、うん、まあ、歩き始めるとやっぱりこう上下動というか上り下りあってなかなか大変だったよね、うん、やっぱ渋滞で、まあ、開始時刻が遅くなっちゃった手もあって、うん、まあ、半分ちょっと夕暮れにかかっちゃうなっていうのは想定はしてたんですけど、うん、やっぱ歩きながらちょっと暗くなってくるとなんとなくメンタル的にね、そうね、なんかこう追い込まれるじゃないけどちょっと不安になってくるところもあったりするから、うん、早っ、もうテント張ったんだ、うん、張ったあの余裕が なくなりすぎて全然撮ってなかった、あー1日目ね、うん、確かにでももうテント張った瞬間にさ、うん、怖い顔がテント張った瞬間にあのもうあ生き延びれるって思った、うん、あのヒノキヨ小屋という小屋まで行けたらなと思ってたんですけど、うん、ちょっと時間的にも体力的にももうここもかなっていうところで雪の上でテント張れそうなところがあったので、で一応まあ冬山というか雪の山の期間はあの好きなところにテントを張れるっていうのが一応ルールであるから、じゃあまあここにしようっていうので、ね、もうここだここやろって感じでさ力尽きたよねもういいよここっつってでビーフシチュー作って、うん、ビール飲んで、うん、なんかゆっくりして、で夜は結構あのガスが出てきてあんまり星も見えなさそうだったので
のまま爆睡しまして、朝起きた時こんなとこで寝てたんかいって感じやったね。そうだね、なんかすごいベラン名調だね、ずいぶん。何が今日ずいぶん九州の言葉。いや違うよ、何回言う。朝日が最高でしたね、うん、やっぱさ、やっぱ夕焼けた朝焼けだよね、うん、この中雪山にはまる人たちの気持ちがちょっと分かった。分かってしまった、うん、でも、まあ、これ以上のところはまだいいやって感じだけど、うん、でも本当綺麗だったな、うん、ほらそこにおるやん、いたね、うん、そこにおるね。あ、パン焼いてた、ね、最近ゆういちパン工房の食パン、最近頑張ってパン焼きの練習に焼いてきました。うん、美味しかったです。なんか喋ってるけど、なんかね、喋ってたね。いや、なんかパンをさ、自分でパン焼いてさ、しかもそれ山の上に持ってく日なんてさ、なんか来るなんて想像してなかったから、想像してないね。自分はちょっと成長したなって思って、うん、意外とね、テントもうここだっつって力尽きたんだけど、あと10分くらいのところが頂上だったね。10分もなかったね。なんかだってほんとパーキング30メートルぐらいしかなかったじゃん、うん、なんだっけ、高速道路のパーキングに駐車場停めてトイレまで歩くぐらいの距離だよね。うん、ほんとすぐだったね。あそこの奥に見えるのが避難小屋だけど、まあでももう力尽きてさ、避難小屋まで歩く気力はなかったな。うん、まあ雪もあると長いしね、でやっぱ、うん、朝はすごい晴れてて、うん、風もないし景色がね、うん、あれ奥が南側だけど、うん、ずっと中央アルプスの先まで見えるし、うん、ね、隣ね、あの南アルプスとかその辺の山もよく見えましたね、うん、で結構ここで満喫をして、であとはもうピストンで来た道を戻るっていう感じで。そう、こっからだったね、しんどかったな。ずっとしんどいやん。いや、なんかさ、うん、こんなに山越えたってぐらい越えてたんだなって思いながら下ってたよ、帰り。私はそうだね、一応そのヒノキオ岳っていう山と登ってきたそのルートというかルート上の間には2個か2つ山があるんだけど、思った以上にやっぱり距離というよりはその登り下りがすごい大変で、こうやって結構休憩を挟みながら、案外やっぱ時間かかったし、体力的にも割とね大変だったね、うん、私は下山割と元気なんだけどさ、もう帰れると思ったら、うん、ゆうちゃんきつそうだったわ。うん、なんかすごい久々だった人たちちょっと大変だった。結構来たよ、あの奥指さしたところのてっぺんあたりのところでテント張って、うん、一回下って登り返したところだった、うん、で、あれだ、奥左上のところが島田娘じゃない。うんうん、こんな感じで結構雪があったりなかったりでなんか大変だったんですよ。もアイゼンが、そうね、でもやっぱりさ、アイゼンつけて岩こう上上がれる練習もしとかんといけないなって思ったけど、うん。そうこうしてる間についてしまいました。あれだね、見てると溢れ出るいろんな思い出があるけど、うん、動画にすると一瞬だね、うん、なんかさ、まあ今回は結構初めてだったけどさ、うん、雪山こうやってちゃんとね、うん、長い間登るの、うん、またいろんなところ行きたいよね、うん、こんなとこも撮ってたの。うん、撮ってた。なんか何か訴えてます。温泉入ろうって言ってたんで、うん、よくあるやつ。あ、でもすごいドローンで撮るとこんなとこおったんやって思うね。うん、
まあ今年2回目の登山だったけど、またいろんなところに行きましょう。By my side.